久保さん、今回、火事場のバカ力にしましょうか。最近ですね、これ、いただきまして、たまにお客さんから本をいただくんですけど、これもいただきまして、ガックンですね。ガックン、その日のために鍛えろ。ガクトさんはなぜそんなに鍛えるのですか強くなりたいからですか人には人生で幾度となく誰かを取るべき、その時が来る。取るために強くならねばならない。だから鍛える。思いだけでは足りない。力が必要な。そんな時が必ず来る。 火事場のクソ力そんなのはまやかしだ思いだけではどうしようもできないことがある何より自分が壊れたら誰も譲れなくなるそして大切な人を守ることもできなくなりみたいなねそのんだろうなあのうんまあ僕がその鹿児島に貯金なくて 貯金残高20万もない状態からねあのこの4年間ビジネスできたもう完全に最初の初動からカジマのバカ力ですよただってこの契約した時に20万なかったわけですからでそれでもその <laughs> 契約した時の20万もない貯金通帳それもない中鹿児島に来て4年ずっと自由にやっている もう最初のスタート時点からジマのバカ力を出していったわけなんですけど、まあ、単純になんでそれができたのかっていうと、まあ、こ,のこの本の、ね、さっきの一節でもありましたけども僕はずっとね鍛えまくってたわけですよ10年以上 <laughs> 裏方としてですけどもだからやっぱねそのなんとかする力っていうのは日々鍛錬していないと急にはやっぱできないんですよね。 うん、だからまあ本当におっしゃる通りだなと思うんですけどカジバのバカ力って何も努力してない人はいきなり出ないですよさすがに何も能力がない何も努力していない何もやってこなかった人がカジバのバカ力、まあ、出るわけないですよ出ない出たとしてもちょっとですその力っていうのは <laughs> でもそれがちょっとで乗り越えられるバカ数だったらあのシチュエーションだったらいいんですけど ちょっとじゃ乗り越えられないことを乗り越えないといけないわけですから。だからそれはね、やっぱ日々、あのー、磨いとく。だ僕が動画をやめない理由っていうのは、そのトークスキルですよね。トークスキルを磨き続ける、喋り続けることによって得られるものっていうのがあるわけですよ。だ最近、その、去年からね、ブログを書き続ける。 毎日更新を始めても1年ちょいです。やっぱり僕はもうメルマガで言うならば10万通以上書いてると思いますけど、それでもやっぱ去年の元旦書き始めた時は、やっぱちょっとね、ブランクありましたよ、やっぱ。でも今は、まあ、だいぶ慣れましたね、また物書きに関しては。うん。今1日ブログ更新15分ぐらいで終わっちゃうんですよ。1000文字ぐらいは15分で書けるんですね。でも多くの人って1000文字書くのに15分で書けないですよ。 おそらくく時間かかりますね文字書くのに僕15分で書いちゃうんで。うん、だからあの常にそれをやっとけば常に何だろうな、うん、自分を楽にする自分を楽にする上でも、うん、そういうスキルは必要だしだから日々のやっぱ鍛錬イチロー選手とかもそうなんですけど、うん、ずっとやっぱ日々鍛錬してきたわけじゃないですか。 うん、だからなんだろうな、うんまあ。ワープはないので、ワープはないっす。みんなワープを求めるんですけど、ワープは正直ないですあ。その自己成長、スキルを習得していく上でワープはないです。ワープができる人っていうのは多分、何億人に一人とか、何万人に一人とかじゃないですか。本当に天才って言われる。 一回聞いただけで全部理解して全部できちゃう。多分でもね、ほぼいないんじゃないですかね。うん。例えば言語とかもね、じゃあ英語を覚えたいと思った瞬間、英語を聞いた瞬間全部理解して英語がもうネイティブで喋れる。そんな人いんのかなって話して。<laughs> 多分難しいっすよね、久保さんね。英語は話したいですっていう人世の中にたくさんいると思うんですけど、じゃあ、外人と話すじゃないですか。もうその、その日でね、習得して、もうすぐすぐね、 ネイティブで喋れるみたいな無理じゃねみたいな <laughs>。もうそもそもその単語は、日本語に変換するとその単語は何なのかっていう理解しないでし、覚えないといけないし、知らないといけないし、形容詞とかど動詞とかなんかそういうその連結も覚えないといけないし、なんか覚えることたくさんだし、うん。もちろんその生まれた瞬間から英語と触れている親が英語で、英語でこう会話してるんだったらそれはまた別次元ですけど、何か新しいスキル、概念を取り入れるっていう時は、 うーん大逆転は無理なんで大逆転できるようなだから火事場のバカ力を出せるような状態をいつでも作っておく何かあったらどうするんですかなんかあったらどうするんですかなんかあるかどうか分かんないよ分かんないけどもやっぱ日々やっとくっていうのがめちゃくちゃ重要だと思いますねうんだからね まあ、久保さんとも死,死,死ぬまでやるだろうし、これね、やりとり。死んでも僕が久保さん。僕が先に死んだらね、吉田さん、動画送られてこないじゃないかっていう動画作ってると思いますし。<laughs> ね、<laughs> まあ、とりあえずもう、もう僕が死ぬまでやりますし。てか、それぐらいのね、腹くくってないと、うん、腹くくるというか、まあ、それが当たり前というか、うん、何のためにやってんのかって話ですね。 うん自分のためなんですよ。全ては。全ては本当に自分のためです。自分が生き,生き抜くための全てです。だから自分が生きていなければ、相手にギブもできないわけですよ。相手を救うこともできないんですよ。自分が生きていなければね。わかります自分が自由であればあるほど、フリーコンテンツ作れるし、ギブできるだろうし。 何か与えることはできますでも久保さんがマージャン店で働いていて24時間稼働でネットビジネスやる時間がありませんっつったら久保さんは何もネットで提供できないわけですよ価値をね久保さんは隠居をし続けることがさらに隠居を圧っしてるっていうねこの <laughs> なんか天国ループに入ってるわけなんですけど僕もこの天国ループなんですよね今もう暇なんですよ今日なんか暇なんですよね だブログも実はもうね、昨日4記事ぐらい書いてるんですよで。またそのね、また書こうかなと思って。だからどん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 ストックされていくわけですよ。だからどんどんストックされて,るかされていくから、その毎日更新されないってことがまずありえなくなってくる。ストック。だって、これ1年ストックしたらまず1年間更新は約束されるわけじゃないですか。予約投稿もありますし。だからね、これね、暇、天国ループはね、あの、すごいですね。 うん、だから自分が自由で生きるそれを主軸に追い絶対これを守る絶対これをやるそれをやればやるほどいろんな人に還元できるフリーコンテンツを提供できるでそれをきっかけに何かが変わるそれをきっかけに商品が売れるそれがきっかけで集客できたりとかね結局もうぐる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 回るわけですよだからやっぱここにやっぱうん到達しないとダメかなと思いますねうん そのためにもやっぱ歯、はあ、食いしばる時間は絶対的必要ですね。僕もなんか久保さんとかね多分ね言われると思いますよ。久保さん羨ましいなとかねよし。久保さんだからできるんでしょうとか、吉谷さん羨ましいなとか、吉谷さんだからとかね。いやいやいや、単純にやっただけですよっていう <laughs>。単純に、本当に単純に人よりやりました。ただそれだけです。久保さんもそうです。人よりやった。ただそれだけです。 久保さんも1万サイトとかブログも作ったりとかして人よりやってるじゃないですか。もうそこ以外ないんですよ。そこ以外ない。久保さんだからできた、吉谷さんだからできたではなく人よりやった終了です。もう本当にそれに尽きます。で、ラッキーなことが僕が言える、まあ、久保さんも言えると思うんですけど、ネットビジネスってあのね、楽勝なんですよ。何が楽勝かっていうと、ライバルがもうマインド低いし、ライバルがすぐ辞めていくので、ね、久保さんね。 みんないないですよね、もう。だから、これラッキーなんですよ。これね、鬼マインドがみんな、ネットビジネス始める人がね、みんな鬼マインドがあったらもう、強敵ですよ。マジで。勝てないですよ。マジで。だけど、勝てるんですよ。ね。よく YouTuber とかね、隙間がないとかあるじゃないですか。隙間ありありです。みんなやめてくんで。<laughs> 隙間ありありだと。本当に。人よりやって、人よりやって、人より続けて、 稼げないってことはまずないです。人よりやって人より続ける。稼げないってことはまずないです。稼げます。だってみんな辞めてくるんだから。で、やっていけばどんどんスキルつくしね。<laughs> ただやってるっていうだけじゃだめですよ。ちゃんと考えてやんないとだめですけど。だからね、まあ、ネットビジネスはね、結構ね、オーシャンブルースね、ずっと。なぜならばネット入ってくる人が、大体なんか、あのー、なんかネットに魔法があるんじゃないかなみたいな思ってるんで。 魔法はないです、はい。でも魔法もあります、はい。魔法はないけど魔法もあるよっていう。よくわかんないと思いますけど。まあでも単純ですよ。魔法ってじゃあな何かっていうと、過去の動画、過去の動画が回る。過去の労働がアクセスを稼ぐ。過去の労働がお金を稼ぐ。過去の労働が集客をする。これ魔法じゃないですか。リアル,リアルな仕事だったら絶対ないですよね。社長、1年前に働いた給料、今月ください。 絶対無理ですよね。それがまかり通るんですよ、ネットだと。これ魔法じゃないですか。リアルじゃ絶対起きないことがネットじゃ普通に起きるっていう。これがね、アーカイブが残る、資産が残るっていうのはね、本当にネットしかないのかなと思いますね。うん。はい、ということで、いってらっしゃい。